ホーム、小川駅は、和歌山県木の川市小川にある、西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。運行上の境界駅であり、和歌山方面からやってくる列車が一部折り返す。1日に2往復しかない快速列車が停車し、当駅から橋本方面は各駅に停車する。木の川市の代表駅は、当駅ではなく二駅隣の内田駅である。かつて、 和歌山線経由で運行されていた急行、木の川の停車駅でもあった。当初小川駅は、現在地の東側の前田という字に設置が計画されていた。しかし、この場所では東側に変している上に、土工量が多くなることから、現在地に変更されることになった。これに対して、道路を東側に迂回しなければならないこと、学校に近すぎて、 当時の規定に定触すること、水路を線路下の土管に変更すると水理上の問題があることなどから地元から反対があり、その説得に67日間の協議が必要だったとされる。戦前は半和電気鉄道や水間鉄道がこの駅までの路線敷設計画を持っていたが、いずれも開業しなかった。1900年に大和田武器が作詞した。 鉄道昇歌第5集49番の歌詞にて、当駅が登場する。親の恵みの小川より、また乗る汽車は、木はの線、船と隊の背打ちすぎて、和歌山見えし嬉しさよなお、歌詞中の、和歌山は、現在の木は駅のことである。作詞された当時は、小川駅開業後であったものの橋本まで未開通であったため、橋本から当駅に飛ぶ形となっている。 単式一面一線、島式一面二線の計二面三線のホームを持つ、行き違い可能な地上駅である。駅本屋側の単式ホームが、橋本、五条、高田方面、湖泉橋を渡った反対側の島式ホームが、岩出、和歌山方面駅である。コンクリート作りの大きめの駅舎が、特徴的。JR 西日本メンテックによる、業務委託駅であり。 橋本駅が当駅を管理している。IC カード乗車券、アイコカが利用可能である。改札口にはタッチ式の IC カード専用改札機が設置されている。また、時期定期券が購入できる新型のタッチパネル式券売機が1台設置されている。発見はポスター末による。早朝と夜間および昼間の一部時間帯は無人となる。 ワンマンで運用する電車において、無人の時間帯は、車内で生産を行う。また、当駅までの電車については、すべてのドアを利用できる。ホーム間は、湖泉橋で連絡する。切符入りは7時から19時30分、主な窓口、閉鎖時間11時10分から14時25分。蒸気の他にも係員が、不在の場合があります。上り本線は1番乗り場。 下り本線は3番乗り場であり、2番乗り場は上下共用の対比線である。下り列車については、橋本方面から来る列車が3番乗り場、当駅折り返しの列車が2番乗り場を使用するのが基本であるが、橋本方面からの下り列車で2番乗り場を使用するものがある。また、日付変更前に到着する当駅止まりの列車1番乗り場、3番乗り場で夜間対白し、 翌朝に同一方向の当駅始発列車となる。2019年度の1日平均乗車人員は976人である。各年度の1日平均乗車人員は以下の通りである。付近に県立高校があるため、峠工事時間帯は混雑する。ありがとうございます。